前ら絶対来いよ本当に。くるくるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。そらちゃん見てるくるぶしです。はい、ということで、今日もですね、ソロでお送りしております。今日はですね、なんとこの前やった、ノーベルブライトさんみたいにゲリラ予告したらリスナー100人来るんじゃないか説、まあ、前回は残念ながら0人。あの日以来寝つきが悪くなりました。もう20年間俺何やってきたんだと、非常に残念でならない回だったんですけれども、ね、今回はね、なんとそのリベンジしたいと思います。僕前回はツイートしてから1時間後にここで食べるって言ったんで、チョモからね、くるちゃんさすがに1時間はきついよ、最低でも6時間開けないとって言われて、朝の今9時なんですけれども、早めに今日は、送りたいと思いますんで、今から打ちたいと思います。元気にいきましょう、レディゴー。はい、できました。じゃあ、今日15時に、前回と違いまして、北千住駅に、してみました。北千住駅といえばね、もうあいみょんさんの歌詞にも出てくる、足立区一番の繁華街ですね。じゃあ送信いきますよ。じゃあいきます、送信。はい、ツイート送信しました。じゃあこの後ですね、北千住駅のデッキ上、行きたいと思いますね。じゃあ後ほど、これから家族の買い物に行ってきます。それではまた後で。それでは出発したいと思います。いや、昨日スラマをね買ってきたんですけど、いざ出たら忘れてしまいました。前回買った、同じところで、スラマをちょっと買って迎えたいと思います。はい、スワマ買ってきました。一口スワマ12個入り、これを食べ終わるまでに届ければチャレンジ失敗ということで、よろしくお願いします。ということで北千住、バイク止めました。北千住の地上に出てきまして、この上がデッキの上ということで、これからねこのデッキの上に登ってファンの方と、交流したいと思います。マジっすか。で今北千住のデッキに着いたところなんですが、なんとですね声かけてくれました。ありがとうございます。チョモちゃんのファンの方ですか。これお揃いなんです。うわすごい。モタムウィンター。はい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 、来てくれたリスナーさんがですね、顔出し大丈夫だよということなんで、早速こちらご夫婦で、ワンちゃんも来てくれまして、クレジョモチャンネルに初出演です。はい、ありがとうございます。ね、結構遠くからいらっしゃって、僕の元カノの地元から来てくれて見てる。はい、ということでですね、ありがとうございます。本当に遠くからこのために来てくれて、はい、お土産までいただいてしまいまして、ありがとうございました。僕の力ではですね、まあ100人とは無理なんですけど、100人分ぐらいの愛を今日は持ってきてくれたので、今日はこれにてね大成功ということで、今日はありがとうございました。プロデューサー、チームスト、皆さんありがとうございます。今最初のご夫婦が、帰られたんですけど、カフェラクーンの、香里さんが来てくれました。今度は、ね、1月9日にクルジョモミーティングで、
はい、お世話になる、お店の方なので、はい、あのぜひその限定メニューも考えておりますので、ぜひスワマパフェなんてどうですか今日あのいつものスワマじゃなくてあのこれにしたんですよ。いっぱい入ってる。そう、12個入りのスワマ。これを食い切るまでに来なかったら、今日は失敗にしようかと思ったんですけど。食べる前に来た。出す前にも来てくださって本当に。大成功じゃないですか。ありがとうございます。大成功と言っていいんじゃないでしょうか。いいと思います。はい、ということでありがとうございました。ということで帰ってまいりました。スワマを出す前にあのリスナーの方に声かけていただいて、もう誰か来てくださるっていうのは 100% 中 10% ぐらいかなと思ってたんで、非常に びっくりしました。自分がやっておきながらすげえびっくりしました。で、あのご夫婦の方からお土産もいただきまして、今持って帰ってきたんですけども、わ、なんかすごい。すごい、なんか早速せっかくなんで動画内で1個うちのねワンコにあげたいなと思って、あのそのご夫婦がねあの抱いてらっしゃったワンちゃんもすごい可愛くて、これいただこうか。はい、来た、リスナーさんからいただいたヤギミルクバあげたいと思います。あっおいしい。ここで食べて。あれ、あ、ちょっと待って。あ、もうね、あの自分のアジトに持って帰りたいよくいや本当にね、あのこんなたくさん、あと僕のね おやつとかもいただいて、本当にありがとうございました。楽園の方も来てくれて、本当にあのこんなね、一人よがりのチャレンジに、皆さんにこう少しでもあの行ってやろうかなっていう気持ちになっていただいて、本当にね、あのくるぶし幸せ者でした。またたまにやろうかなと思ってます。今日はですね、入れくるぶしの、スワマチャレンジ、ちょもちゃんもいつかやってねお送りしました。来てくれた皆様、そしてツイート、いいねしてくださった皆様、ありがとうございました。行ってくれた君への歌、を支えてくれる人たちがいるから、また共に歩こう。